よし、よし。もう何年もこれ食べてますね。5、6年やってんじゃない。何入ってるか。ケールとバナナと ベリー系。なんか朝はあんま僕食べれなくて、それでなんか朝にしっかりした栄養素を取りたいなって思って、まあこれにしたらささっと取れるなって、ただそれだけです。あれ欠かせないのか。欠かせないのケールね。ケール、うん、青汁ですね要は。最大限この力を発揮するっていうこと、みんながやってくれたし、プラスチームとして、連携連動していくっていうこと、絵を合わせながら組織的に戦うっていうこと、こと組織っていうものをこの間の試合もね、韓国戦もみんなが出してくれたと思うんで、次の試合もしっかりこうは出せるように、そしてお互いがチームとして連携連動できるように、いい準備していきましょう。よし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 。マジでピッチがいいよ。すごいよ。違うんですか、ヨーロッパと。全然ヨーロッパと違いますね。まあ、どっちがいい悪いとかじゃなくて、自分が目がすごいぎっしりって感じます。中の俺の数少ない楽しみです。そもそも好きだったんですか？いや、違いますよ。ここ来て、置いてあって食ったらうまいから、それハマって、俺も買おうって。な。でも僕、前から好きでした。そう。マジか。なんか、結構、いろいろ食べてたんですけど、本物、なんか、美味しいです。これ、クオリティ高いでしょ、これ。ね。わかる。最初の練習で食べて以来は、取り込んでっちゃうし。これも帰ったら6個落としてもう一袋欲しいっす。足りないな。絶対なくなる。終わった。ヒロミックとかめっちゃ食べてて、だから多分なかったっす。あいつだわ。そういうことね。みんな取るし、欲しいもん、欲しいもん取るし。全部取られてます。
職人技。それ毎日巻いてるんですか？毎日です。痛いとかじゃなくて。痛いとかじゃなくて。ただのカッコつけ。つけた。これだけでね、あのグローブがしっくりくるんですよ。フィット感。手首が。やっていかれない。巻くね。いや、行くね。そんな巻くの？うん、アンダーラップして。昨日すげーシュって入れてましたね。いや、たまたま入りました。いやー、すげーなと思って。いや、ほんとたまたまっす。本当ですか。日数経ってきて変わりました。はい。日数が経ってきたんで、初日どころと。そうですね。やっぱ最初の合流して、あの国内組のミーティング、私服で入った時が一番緊張しました。そこからもう一日経てば緊張しないし楽しくやれてます。今度3日後にモンゴル戦ありますけど、このそうっすね、うん、ワールドカップ予選って公式戦でもあるので、より結果が求められると思います。そのためにいい準備したいなと思います、うん、仲いいですね、お二人ずっと一緒にいる、まあ、普段からねと一緒にいるので。あ、神戸の時も基本俺ら、うん、同い年ってなんだろう、まあ、同い年とか関係なしに繋がってるな俺ら、うん、最初俺が神戸来た時もずっと大丈夫、そういうことなんですよ、うん、助けで待ってたから、あの時も助けで待ってたから。じゃあ今回2人で代表入りしたのなんか考え深いですよ、僕は。前は一人で行っちゃったから、自分が入ったからに、おめでとうって言ったら、僕も入れたんで、考え深いですね。嬉しいな。なあ、うん、嬉しいです。これ、ルヴァンカップです。キーパーどうですか？いや、いいよ。佐々木くん。うん。めっちゃ飛び出すし。いや、シーン、シーン、シーン。カメラ切ってきてます。やれ。おい。いやこれほら表裏逆じゃんお前。もうそれはもうマジック取れねえわ。やっちゃうやっちゃう。集中してるし、
がすごくいいね。回るわ。ね。ボール蹴って最初は絶対ワンバウンド。でそこから、うん、落とさずに3人。1、2、3本目で返す。絶対。絶対3。リターンなしで。リターンなしで。違う人が。リターンなしで。そうそうそう。ワンバン、ワンバン。そっからそっから、はい。ノーリターン。大丈夫、大丈夫。いけいけいけ。勝負、勝負。声出したくていいよ。いいよ、いいよ、いいよ。やるやるやる。大工、いいよ。ナイス。ああ。これ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 。三人三人。五人すごい。それは盛り付けてよ。そうよ。ね。はい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 。やったけど。違うな。マイク行きやすい。ボール。いいよ、いいよ、いいチームワーク。そうだ、そうだ、ミキ。危ない。ああ、いいね。ツータッチない？ツータッチない？ワンタッチは。よし1ゼロ、1ゼロ。いいよ、いいよ。ゆっくりやれ。危ない、危ない。3、3。4、9。どんなってくるの？いける、いける、誰かいけ。お疲れです。いかがですか、今日の練習楽しそうでしたけど。楽しかったですね。結構多分昨日も試合出てなかった組がすごいハードなトレーニングしてたんで、今日は全体的にリフレッシュということで楽しみました、ね、なんか国内海外の境目がないくいう練習かなと思って見たんですけど、はいはいはい、そうですね、うん、まあ、隔離とかいろいろ制限がある中であんまりコミュニケーション取れる機会がなかったんで、まあ、トレーニングでそういうのが一緒に合わさってできるっていうのはすごく新鮮で楽しかったです。3日後に今度、二次予選があります、はい、こうチームとしてこうなんかどういう目標があってとか。いや、 やっぱりもう親善試合ではなくて大会なので、もう結果のみがやっぱり一番大事で、まあ、その後の内容とかそういったものはもう各々感じ取って持って帰ればいいと思うので、まずは結果だけにフォーカスして頑張りたいなと思います。この間の韓国戦では森さん、自分の戦い方どういうふうに？僕も個人的に久々の代表戦で、まあ、麻也君が多分記事の方で、まあ、言ってたと思うんですけど、僕たちのためにチャーターを用意してくれたりとか、まあ、そういった、いろいろ手間暇かかって僕らもここに着いたんで、まあ、それだけの責任がすごく感じ取りながらのゲームで、まあ、本当もう勝たないと男じゃないなっていうか、うん、そういういろんなプレッシャーがあったんですけど、まあ、楽しめましたね。ワン、ツー。
Go! ましたよ。打ち勝った1-0。キーパー？キーパー長い。鈴木優人ってあのアンダー20のやつが、うん、あの初ゴールしたのプロ。あ、初ゴールだった。初ゴール。え？何番？23ですか。去年37で。すぐありますもんね。俺ここ連チャンスもんだって。駐車場でやってから大丈夫。試合して帰ってから。ああ。そう収録かで、その後東くんだからマジで頑張ってよし今日も激しい練習でした。はい、これぐらいやった方が嬉しいです。国内組の合宿とか来たよいしょ。ザックさんと来た。どうですかこの2人と一緒に練習するの。本当にこれも財産ですね。先輩方からいろいろ吸収できるので嬉しいです。西川さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日も楽しそうでしたね。楽しかったですよ。いい雰囲気で練習ができてますよ。いや、なんかキーパー練習って見てて大変そうだけど、なんかみんな表情がいいっていうか。もうキーパー練習いっぱい撮ってくださいよ。撮らせてもらって子供たちに見せてください。なかなか見れないと思う。そうですよ ね普段。でも子供たちに どういうとこ見てもらいたいですか。キーパーは楽しいんだよっていうところ、うんうん、それはね、キーパーかっこいいなとか、うん、っていうのを思ってもらいたいですよね。キーパーなりたくてなったんですか。いや、僕入りは違います。あ、違う。僕逆だったんですよ。キーパーやりたくないっていう、痛いし、うん、決められたらキーパーのせいにされるし。でもやっていってなんか PK 戦とかで、ね、ヒーローになったりしていって、うん、あーキーパー醍醐味じゃないけど、なんか楽しさを知っていった感はあるので、うん、楽しいですよ今だ。運転手ちゃん権田さんと練習するのも久々なんじゃないですか。久しぶりっすよ。超久々っすよね。ねえ、去年2015以来かな多分。そっか、そんな前。え、そんな前。あのシンガポール引き分けた試合あるじゃん、あれ以来じゃん。本当に2015年夏だから。俺がオーバードリームになる前だから。だから6年ぶり。え、本当にやばい。それまでもうさ、毎月やってたのよ。いや、そうだよね。もう、ずっとザックさんと一緒に。確かに毎月、エイさんと月1回そうだよね。試合であっても全然久々じゃない。そうお疲れしたー。お疲れしたー。お疲れしたー。はい、お疲れしたー。お疲れです。どうですか、今日も楽しそうな練習でしたけど。あ、今日は楽しかったです。すごい。まあ、なんだろう、こう海外組と接することができるのはピッチ上だけなんで、まあ、ああいったちょっとのなんだ、遊びっぽい練習とかだと余計にこうね、みんな楽しくコミュニケーション取りやすいと思うし、まあ、良かったです。今日なので結構話してた人とかいるんですか。あ、そうですね、もう今日はトミーとか、まあ、タクマはもともと広島だったからあれだし、まあ、結構いろんな話できましたね。まあ、匠とかもチーム違ったけど、まあ、そのクラブの話とかいろいろ聞けて面白いですね。この間の韓国戦、まあ、あの見ている形になりましたけど、うん、見ていて感じたものがあったら教えてください。そうですね、まあ、日本がこうチームとしてやりたいことっていうのすごいできてたと思うし、うん、まあ、そういった中でそのチームとしてやりたいことプラスやっぱ個の力っていうのも、
まあ、みんながそれぞれあるからこそそういうのができると思うし、で実際ピッチでもそういった個の力っていうのは、すごく出ていたと思うので、まあ、そういったところは、まあ、日本としての強さが出たかなとは思いました、うん、そこで今度稲垣さん自身がそこに立った時のイメージっていうの、そうですね、僕も僕でその自分のストロングの部分とかがあってここに来てると思うんで、まあ、そういったのは出すイメージみたいなのはずっとできてますし、まあ、チャンスもらえれば、まあ、自信はあります。あの3日後にモンゴル戦が待ってますけど、そうですね、まあ、またそこでも、うん、もちろん個人としてもですけど、まあ、まずは何よりチームとして、勝ち点3取るってところが大事だと思うんで、チーム全員で、戦っていきたいです。ありました、はい、ありがとうございました。干し芋食べました今日。干し芋いっぱい食べてますよ危ない、あれミキがいっぱい取るから練習後なくなってるかと思ったら、はい、スタッフの人が 2,3 袋ぐらい用意してくれてたから、まだ増量された、はい、あ、よかったです。ミキが全部食べるからです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あのこの間の試合、はい、お客さんが入るの楽しみだって言ってたじゃないですか、はい、いかがでした？これいいですね。声援はないですけど、うん、なんか見てもらっている感じがあって、まあ、こっちも緊張感が、出たので、うん、楽しかったですね。次のモンゴル戦は無観客ですけど、まあ、ワールドカップにつながる戦いですが、どんな感じ？そうですね、もう予選なのでしっかり切り替えて、はい、また違った緊張感があると思うので、まあ、しっかり勝てることだけ考えてやりたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。お疲れです。今日楽しそうでしたね、練習。今日は楽しかったですね、ちょっとリラックスした雰囲気で、なんか国内組と海外組の選手と混じってリラックスしたトレーニングができたので良かったかなと思います。特に今回コミュニケーション取りづらいっていうところがあるから、そうですね、うん、だからこういう時間は貴重だと思うし、うん、有意義に使えたかなと思います。3日後モンゴル戦がありますが、はい、そういうまたコミュニケーションが取れたチームでどんな戦いを見せてもらえますか？まあ次の試合は、まあ親善試合ではないですし、また違った緊張感とか、まあ別の意味で重要な一戦なので、うん、まあ時間はしっかりあるんで、いい準備してまた臨みたいなと思ってます。わかりました、はい、ありがとうございます。サムライブルー日本代表の森田英正です。5月の誕生日の皆さん、おめでとうございます。スイちゃんタイムで結構です。サムライブルー噛んじゃったいいですか、すいません。サムライブルーの西川修作です。6月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。これからも応援よろしくお願いします。西川修作でした。すごいすごいコメント力。